同じプロデューサーのコンセプトで、うん、グループ名とか、なんかこういう衣装のデザインとかもしてる、うん、タイとかは初めて行った時に、はい、お迎え来てくれて、あ、そうサバイにいるか、あ、サバイにいるか、サバイにいるか、どういうこと、のゲストは、はい、ボタンの皆さんになります。おー自己紹介を、はいはい、お願いします。はい、私たちみんなでプロデュースできるソーシャルアイドル、ノタルです。はい、リーダーの佐藤春こと佐藤遥香です。はい、リサティこと有村梨沙です。はい、カイちゃんこと平山かゆです。はい、田崎恩です。田崎玲奈です。ストップ。フランス、台湾、タイの4カ国ですかね。
単独いろいろですね、なんかそのアイドル同士の戦いみたいなのが立ち上がっていったパターンもありますし、なんか現地の中国の方が呼んでくださって他のアイドルさんと行くとかもあります。どうなんですか、ファンの歓声って日本どうしてるんですか、コールとかそういうのはちゃんと勉強して。めっちゃすごいですよ、タイとかは初めて行った時に、はい、お迎え来てくれって人が。そう、あの待ち伏せ、待ち伏せ、待ち伏せ、待ち伏せじゃないよ、出待ちでしょ、待ち伏せ。私たちいつもふざけて空港とか行くと、あ、ありがとうみたいな感じで誰も来てないですけど、本当にいるんですよ、めちゃめちゃ来てたよね。本当に来てて、めっちゃトップアイドルになった気分だったもん。いたらもうみんないる。自分みんないる。これノタルのファンだってちゃんと分かるの？なんか写真とか持ってる。名前呼んでくれる。あ、本当。これプレゼントって言って、エッフェル塔のなんかぬいぐるみもらったりとか。あ、パリの時は初めてタイ行った時は本当にいると思ってなくて行ったんで待っててくれてびっくりしました。あとさ帰る時もなぜか分かんないですけど来てくれるんですよ。そう、私たちの時間言ってないよ、ね。帰りは待ち伏せだね。フランスとかの方はなんかフランス、なんかアメリカンじゃないですか。フランスなのに。フランスアメリカン。キルっていう。そう。いや、今日終わりの。おお。とか。なんならブラボーぐらいのテンションで。ブラみたいな。なんかやっぱ日本と違いますね。そうですね。ちゃんとフランス行ったらフランス語とかちゃんと挨拶したの。あ、ジュピラリーダー。私はリーダーです。はい、すごい、すごい、だってリーダーサバイにいるか、あ、サバイにいるか、サバイにいるか、どういうこと、盛り上がっているかみたいな。これはタイ語サバイにいるか。あ、そしたらみんな答えてくれるんだ、カーって。でもタイの人はしかもそうやってアイドル好きな人たちって日本語めちゃめちゃ勉強してくれてるんですよ、ファンの方が。だからね、なんかちょっと覚えたタイ語喋ってもいいよ日本語で、うん、喋れるんかいって。最後にノタルの告知があれば。はい、11月14日に原宿クエストホールにて、6人になって初めてのワンマンライブを開催します。わー、すごい。で、これがですね、2本立てになってまして、はい、一部が、ノタル主演の舞台を今回やらせてもらうことになりました。わー、一部が舞台で2部が、ワンマンライブという形になっております。で、一部の舞台は2度目の初恋は存在したっていう、この間 MV が解禁になった曲をモチーフにちょっと6人でお芝居をさせてもらいます。配信もありますのでぜひ皆さん見てください。芝居やって舞台やるってもう細川たかしさんと同じです。ということで今日のゲストはノータルです。どうもありがとうございました。明日11月8日、イジリーファンタジー配信開始。皆さん見てください。詳しくはこちらです。お願いします。僕がやっぱ番組として面白いなって思うのは、特、はい、にオープニングドッキリ毎回やって。人間って大体汚いもんじゃないですか。おい、なるほど。取り乱しました。反省です。チャンネル登録をお願いします。